今日あの MBTI の MBTI としたのは、うん、なんかそのエニアグラムって、はい、なんていうんだろう、総称じゃないですか。エニアグラム、うん、もうどこ行ってもエニアグラーメン、はい、エニアグラムって、うん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 、もうどこ行ってもラーメンじゃないですか、うん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 、でも本当は MBTI、うん、我々がそのカーシー博士のセルフヘルプ術、うん、ユングから由来し、うん、外交内交、うん、直感感覚、うん、で分けて、うん、でもこれでは MBTI とは言ってないんですよ。別物って言ってますよね。違う山だと言ってます。違う山だと、はい、うん、決めてほしいんですけどね、総称を。だから同じものじゃないからじゃないですか。でもなんか出てくるのはラーメンじゃないですか。ギターとウクレレみたいな弦楽器、同じ弦楽器とは言えるけど、はい、これはギターでこっちはウクレレだみたいな。でもなんていうんだろう、気軽に MBTI って言うけど、うん、R マークがついてるんですね、はい、気軽に使うなみたいな。喋る分には問題ないと思いますけどね。トヨタとか言うじゃないですか。トヨタは言いますね。それと一緒ですよね。なるほど、うん、で、まあ、今までこの16タイプの話をするときは、はい、うん、セルフヘルプ術という本を頼っていたんですけど、うんうん、今日からこの多分 MBTI って言葉を使いづらい。そう、使いどう使えばいいんだろう。商標でも、うん、要はこのセルフヘルプ術をやるときも、うんうん、結局はなんか MBTI 的なみたいな的なことを言わないと伝わりづらいんじゃない、うんうん、セルフヘルプ術だと。そう、セルフヘルプ術だと、うん、こっちで言うところのなんか自己啓発みたいな、うん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 、っていう感じに感じますよね。そう、自分を助けるもの、うん、みたいな話なので、うん、話をしにくかったんですよね、うんうん、MBTI じゃないよって話なので、うんうん、でもみんなに伝えやすく、うん、分かりやすい話としては、うん、あ、これ MBTI なんですよって言うと、MB、あ、外交と内交のやつねみたいな、うん、似たようなものです、ね、そう、うん、中華そばとラーメンみたいな感じですかね。まあそうじゃないですかね。で、中華そばが独自発展していって、うん、豚骨とかいろいろできたけどみたいなそんな感じ、はい、なんで、まあ、難しいんですけど、うん、今日はこの、まあ、MBTI の MBTI、はい、MBTI っていう意味でこのタイトルをつけましたと、うん、で、今日はこの MBTI の絵の正体っていう本をこれからあのちょっとずつお話ししていければなと、うん、16タイプ性格分類はあラーメンのようなものですからと、うん、本家が東京の中華そばからカーシー博士は家系ラーメンみたいなと、うん、この MBTI もだから文系みたいなもんですよね。ちょっとまあユングがあるみたいな、ユングがあるっていう話ですね。ユングがラーメンって話ですよね、はい、多分。でケイルさんは16の性格とかで調べたりしないかな。いや、どっちかっていうとなんか、うん、16の性格っていうよりも、うん、MBTI、なんとなく MBTI の方が浸透してる気はします。16タイプって言われると、うん、あ、なんかカラー診断かなとか、うんうん、なんか違うのが出てきそう。あ、違うのもありそうですよね、はい、うん、で今日はこの MBTI への正体、うん、で本書で紹介するこの MBTI っていうのは、うん、マイヤーブリックスタイプインディケーターの略だと、うんうん、なんでこのマイヤーブリックスっていうのはアメリカ人の親子、うん、キャサリン・ブリックスとイザベル・マイヤーズ娘のによって開発された質問紙方式の性格検査ですと、うん、で略してマイヤーズ・ブリックスタイプインディケーターだ、うん、なのでマイヤーブリックスとは人の名前なんですよね。なんで MBTI っていうのは人の名前、うんうんうん、カーシー博士みたいなもん。あ、そうですね、ユングカーシー博士、ユングカーシー博士マイヤーブリックス、うん、でも僕はこのカーシー博士のことを言うときも MBTI って言ってた、うん、言ってた申し訳ございません、反省しますと、うん、ただまあそれは伝わりやすさを考えてのことだと思ってます、まあ、あまりにも有名になりすぎた、うん、だからこのカーシー博士もなんか C なんとかとかつけてたらよかったかもしれない、よかったかもしれない、はい、で今日はマイヤーブリックス はい、のタイプ理論、うん、個々の性格と心理学タイプっていうところからお話したいなと思ったんですけど、うん、性格について考える上で、うん、特徴のはっきりした観察可能なパターンに仮説を立てることはできるが、行動の予測をするために性格タイプを用いるということはあまり賢くないと、うん、なぜならば行動には他にも影響を及ぼすものが無数にあるからである、うんうん、ユングは
性格タイプを固定した変えられないものとしてではなく、うん、心の習慣と捉えており、うんうん、ユングが用いたタイプという言葉は、まあ、ユングがタイプ理論、うんうんうん、ユングが用いたタイプという言葉は、うん、ほにゃららタイプに特徴的な傾向の略だよと、うん、なんでタイプあなたはこのタイプですで、うんうんうん、かは固定されたものじゃないと、うん、習慣、うん、だから多分やらない日もあるそれを、うん、とか状況によってみたいなところじゃないですか。そうですね、うん、この人との、対人関係によってとか、うんうん、こう職場での立場によってとか立場によってとか、うん、で変わるよと、うん、で本当の意味では通常特にアメリカではタイプという言葉の解釈と用法には、うん、タイプキャスト、うん、ハマり役っていう意味や、うん、ステレオタイプ、うん、固定概念、うん、っていう意味がタイプの中に含まれてますと、うん、しかしこのような用法は、ユングの意図、うん、いやユング理論を MBTI として作り上げた、うん、キャサリン・ブリッグスとイザベル・マイヤーズの意図からは全くかけ離れてますよ、うん、アメリカでいうタイプっていう意味は、うん、その固定したようなハマり役とか、うんうんっていうのがあるけど、うん、ユングが意図したもの、うん、でユングをもとに MBTI を作った、うんマイヤーズさんの意図ではないと、うんうん、当然私たちの習慣が一番自分に合っていると感じる傾向があるが、うん、だからといって常にそうするとも限らないし、うんそれによって行動が、固定されたものじゃないと、うん、なので、まあ、ユングは著書の、うん、サイコロジカルタイプ要はタイプ論の中で、うん人類学の観点から、うん全く違う文化背景を持つ人々の間に、うん、いかに共通の基本的性質が見られ、うん、また違いがあるのかっていうのを調べたよと、うんうんまあ、一般的によく言われる昼と夜、うん、男と女、うん、全身と交代湿気と乾燥、うんまあ、陰と陽ですね、うん、っていったものから、ユングは天国という、うん、本質的な意味を持つ概念があるとしたら、うん対極に地獄という概念が必然的にあるよねとしたと、うん、で心もそれと同じように相反するものによって規定されているとして、うん、意識と無意識とか外交とか内交っていうものを提唱したよと、うん、でユングが提唱したこの心理学の両極性は、うん彼が記録してきた他の両極性と同質なものを持っていると、うん、人の各指標まあ、感覚、うん、直感とかそういうことですね、うん両極にある両方を同時には体験できない、うん、同時には体験できないが、うん、それぞれ一つずつを体験する、うん、使ったりするっていうことはできるよとあ、はいはいはい、なのでその心理学タイプ論の指標は、うん、程度を数量的に示す、うん連続尺度による指標を取らず、うんうんこの MBTI の質問項目に見られるように、うん、2つの選択肢から1つを強制的に選択させるっていう、うんうん強制選択肢を取ってます、うんうん、強制選択肢式そもそも、連続尺度という考え方は、うん、両極を同じ比率と測定しパーセンテージの形なので表すものだが、うん、ユングのモデルっていうのはそれとは異なり、うんうん人は物事の詳細と、全体像を両方に同時に焦点を合わすことができないと、うん、要は木を見るなら、うん、木を見るしかないし、うん、森を見るなら、うん、森しか見えない、うん、どっちかしかないよと、うん、人は状況に応じて使い分けて、うん、それに関するスキルを使ってますと、うん、で心の両極を考える場合は、うん、どっちができるかではなくて、うん、どちらかといえばどちらを先にするのか、うん、とかどちらの方がより使いやすく自信が持てるか、うん、ということがポイントになってくるよと、うんうん、なので若干カーシー博士に似てるのかなと思ってます、うん、似てはいますねどっちを使うか、うん、っていうことその場面によって、はいまあ、だから外交が得意な人は外交をつかむしみたいなそうですね、うん、こっちの方が得意だから、うんはい、でまたその心の両極性や個人の選択で理解する上で大切なのはどっちかだけ、うん、もう全部外交っていうのは健常者においてはありえないということだと、うんうんうん、
例えば完全に外交する心だけしか見られないっていう人はいないよと、うんうんうん、一般には必ず両方持っていて、うんうん、どちらも使っている、うんうんうん、すなわちそれを思考している、うんうん、指を向かうと書いて、はい、なんでまあ、うん、それは僕のことを内向っていう人もいるでしょうと、うんうん、だから内向的に行動することもある。そうですね、うん、多分それは好調不調とかで、うんうん、とか、まあ、例えばその嫌なことが連続してあるとか、うんうんうん、だとさすがにこもります、うん、で、うん、まあ多分いろいろなんでしょうね、その状況に応じてこもってた方がいい場面とか、はい、この場面は一人でいる方が得意みたいな。でユングはユングのタイプ論において心理機能または認知機能の両方にも同じことが考えると考え、またマイヤーズも4つ目の指標として加えた、うんうん、まあ、マイヤーズが加えたのは、うん、P と J ですね、うんうん、認知と判断、うん、っていうのを加えて、同様であるというふうにしていますと、うん、いうところで、なのでこれはなんかそのエニアグラムみたいに、うん、いや心の中ではこうだから、うん、実は僕は内向なんです、うん、とかは考えなくていいのかなってちょっと思ってます、うん、なんかそのこの間僕たちの師匠の岸さんの動画を見てて、はいはい、このエニアグラムは無意識を見るものだ、はい、でも見た瞬間に意識ですからね。そうそう、はい、でだからエニアグラムは間違いやすくて、エニアグラム以外のエゴグラムとか、はい、MBTI とか、 MBTI って出てきたかな、エゴグラム出してましたね、エゴグラム、はい、TA とかは意識の部分までを含めた性格、はい、だからこう誤認が少ないみたいな、今の状況です、そうです、今の状況ですもんね、うん、はい、